絶対負けん。これからも負けないです。負けん。すごい自信ですね。うん、負けない。でもそんな防弾チョッキも何もつけてない。負けない負けない。事務所はこんな状態で負けない負けない。絶対負けない。かつて日本中を震撼させた山口組と一和会の抗争。本家の親分にお前そこまでたらかしてな、このままで済むことあるんかい。もうええかい。それで暴力団員だけでなく無関係の一般市民も巻き込まれ怪我人が出る事態。抗争は山口組の分裂をきっかけに半年の静寂を経て勃発。その同じ道のりを今私たちは再び目にしている。兵庫県警の捜査員が6代目山口組総本部に家宅捜索に入りました。6代目司忍こと篠田健一組長を率いる山口組から山県組などが脱退し神戸山口組を設立した分裂騒動。分裂から2ヶ月徐々に緊張感が高まっている。総本部で配られた文書には抗争への危機感が記されていた。山口組には内紛、離脱、分裂などを繰り返して成長してきた。その過程の中で有能な多くの人材を失ってきた歴史の反省と学習があった。彼らはその体験者であるのにもかかわらず学習能力と反省がないのかと思うと残念でならない。司忍組長が振り返ったかつての抗争。1981年山口組を全国的な組織に押し上げた3代目田岡和雄組長が病死。その跡目をめぐり2人の幹部が激しく対立した。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。山口組3代目の死後その跡目をめぐり2人の幹部が対立した。これからの山口組ってのはみんなそういうことはまだノーコメントですから。1人は山本博史組長代行、穏健派で経済ヤクザの走りと言われる人物。そしてもう1人は葬儀のご感想だけ聞かせてくださいませ。ホテルの店なんだけど、やったんだけど、それだけ踏んだったらな。教えたの？教えたの？竹中正久若頭、誰もが震える武闘派で、ついたあだ名は荒ぶる獅子。タイプの違う2人による跡目争い。それは田岡夫人が竹中を4代目に指名したことで決着。襲名式には全国から関係組織が集結した。すみません今日どうなったんですか。すみません今日ちょ、岩井市民のこのボケが何聞きたいねん。アホが何や。あ、今日のね、襲名式どんな意味があるんですか。これはお前らに関係ないわ。一方、跡目争いに敗れた山本博史は一和会を結成。山口組は分裂。両者の間で緊張感が高まっていく。今と同様、抗争を心配する声。竹中組長はこう答えていた。抗争があるんじゃないかと。あるかもわからない、ないかもわからない。相手の出方によりはわからん。両者静けさを保っていたが、襲名式から半年、事態は大きく動く。愛人が住んでいるマンションを訪れた竹中組長がエレベーターホールで一和会の3人のヒットマンに撃たれ意識不明の重体。病院の前に組員や関係者が押し寄せた。現在、親分は手術中でございます。どなたが入っても面会もできませんし。
かし、竹中組長は意識が戻らぬまま死亡した。本家の親分にお前そこまでさらしてな、このままで済むことあれんかい。もうええかい、それで。ここから山口組の一和会への激しい報復が始まる。全国各地で昼夜構わず行われる襲撃、血で血を洗う抗争は無関係な一般人を巻き込んだ。そんな激しい抗争を当時須田キャスターも取材。フジテレビで何か集まりがあったんですか？20人以上集まってましたね。会議でもあったんですか？もう終わったんですか？ないって。でもさっき出てた方は？ないって。あ、そうですか。さっきの方は答えてくれましたか？ちげえよ、お前ら知ってたの。そして、一和会の事務所を直撃。こんにちは。あの、フジテレビのナイスデーという組なんですが、ナイスデーという番組なんですが、何も話することないから。無理ですか？今の状況なり、この一和会総本部では何かその集まりが今日はあるようなんですが、ご覧のように何にも答えることはないというドアを閉められてしまいました。徐々に追い詰められていったのは組を飛び出した一和会だった。負け負け、絶対負け。これからも負けないです。負け。すごい自信ですね。負けない。でもそんな防弾チョッキも何もつけてない。負けない負けない。事務所はこんな状態で。負けない負けない。絶対負けない。なんで負けないんですか？自信があるから。両者の戦いは一和会が解散する形で決着。5年にわたる抗争でおよそ30人の死者を出した。この抗争で司忍組長がいた行動会は大きな功績を挙げたと言われている。この頃暴力団は経済的な面でもあらゆる手を使い豊かだったという。お疲れ様です。竹ヶ谷会長率いる五人会の広報部をやらさせていただきます、西村真子です。イエイ。